皆さんこんにちは、ゆうさんです。今回のボスはまあこれまででも一番簡単かなと思いますね。まあ、ご覧のバフを使っておきましょう。ムービーシーンの服装が若干違いますが、ご了承ください。来たか。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは、所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。惜しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何もやらない、はい、まず開幕、地頓府、目つぶし、国金、この順番で綺麗に入るんで入れてもらって、そしてあとはまあ風神とか使いつつボスの組み打ちができたら一旦離れる。そして、内野手裏剣をどんどん当てていきます。するとこのように形態変化するので、そのまま当てていくとまあ終了しますよね。それかまあもし足りなくて足りない場合はボスが大技そのまま使ってくるので、その大技をまあ幻とか何でもいいけど受けてそのまま反撃していけばもう終了ですよね。楽勝です。まだだ。あれがあれば俺は。ごめん、全然もう全然関係ないけど、ソファヤ州の装備にすると切った後とかめちゃくちゃ揺れてたよね。おっぱいブルンブルン揺れてた、やばいんだけど。いやまあソファヤ州はまあまあ、うん、外見はいいよね。まあ、ただ区内のダメージ増加がやっぱあるんで、風魔装備の方がまだいいかなと思いますけどね。さっきさ、そのムービーが違ったでしょ、撮り直してたんだけど、それでボス倒したらこれ出ました。いやラッキーでしたね。1回やり直し1回だけで出たんで、ちょっと確率どうなってんのと思ったけど、まあ、確率は確率なんでね、こういうこともあるのかなと。まあこの辺がこのゲームの面白いハマりやすい部分でもあるのかなとまあ思いますけどね。ガチャ要素みたいな感じで、続きはまた次回です。ご視聴ありがとうございました。